こんばんは、篠宮なつきです。ここは山陽電車新井駅の前になります。今日は新井駅の周辺を見ていきます。よろしくお願いします。さてね、久しぶりにね新井駅来たんですけども、なかなかねいつ見ても古いね駅舎がまだ残っているなというね感じなんですが、まあ、なぜ来たかというとですね、列車でね何回もここ通り過ぎてたらですね、あ、ここちょっと景色変わったなというところがありましたので、そこにね行ってみることにします。地下道を通ってね駅の向こう側に渡っていきます。はい、それではね地下道を渡りまして新井駅のね南側に来てみました。気になったね建物っていうのはねこれなんですよね。非常に大きな足場が組まれておりまして、中に何ができるのかなといった感じなんですけども、大和ハウスグループなんてね書いてあるんで、ひょっとしたらマンションでも建つのかなといった感じを思うんですけど、ちょっとねはっきりとしたことはわからないですね。でここに何があったのかというと、川西倉庫さんっていうのが確かあったと思うんですよね。でそこの倉庫の建物の、一部がですね、戦中陸軍の大阪造兵廠のね播磨製作所の、倉庫として使われていたものが残っていたということで、前回ね、この新井駅を訪問した時に動画ちょっと出したんですけども、見事にねなくなっちゃったって感じなんですよね。いやー、あっさりとなくなっちゃったって感じです。で、マンホールはねまだ残ってますよ。この、ね、足元のマンホール、何気ないマンホールですけどね、これ昔からあるやつなんですよね。これがね、大砲の形をしててなかなかね、今はないものなんですけども、これもね造兵所の、工場のあった名残とされています。なんか駅の北の方にもねあるらしいんですけど、ちょっと私ね発見してないんですよね。こちらのマンホールは新しいもののようですね。で、向こうはアンダーパスがあって、高架があるんですけども、あちらにはね、高砂線が走ってた線路があったらしいんですが、もうちょっと向こう側までね行ってみることにしましょう。はい、それではねさらに歩いてきました。こちらにね、新井駅のエレベーターが見えるかなと思います。でこちらがね最初に紹介した何ができるんだろうというね大きな建物です。でこちらにね水色の建物がありますけども、こちらもね大阪造兵所の工場の名残だそうで、確か昔変電所だったところを今ねまた使ってるっていうような感じだったかなと思います。いやこの辺りねまだ古いものがね残ってるんですよね。とはいえこのね工場かちょっとマンションかわからないですけど、あっさりねなくなってしまうんで、そういうのを見ると撮影しててよかったなってねちょっと思ったりはするんですけどね。で、こちらがね、高砂線が走ってたかなっていう橋になるんですけども、今こちらの部分はね道路になってまして、こっちは空き地っぽくなってるんで、ちょっとどこをね線路が走ってたかどうかわからないんですけど、このマンションは昔はなかっただろうなと思うんで、最近ね建ったんかなと思うんですが、背後はね、このように駐車場と道路になってまして、どうだろう、確か地図で見た時はこの駐車場のあたりを線路を走ってたんじゃないかなと思うんですけどね。それではね、駅の方に戻ることにします。
それではね、駅の方を見ていくことにしましょう。こちら踏切なんですけども、上下線の線路の間がね、結構開いているなという部分なんですが、こちら昭和40年代の半ばぐらいまで、折り返し線があったようなんですよね。で、同じように線路の間が空いてて、昔線路がありましたよと、中線とかねあったよっていうのは、確か林崎松井海岸駅もなんかもね、そうだったんかなというふうに思います。で、この新井駅なんですけども、冒頭言った通りね、結構古い駅なんですよね。大正時代にできた駅ということで、まあ、訪れるたびにね、この木造部分がかなり残っているのにね、本当驚かされます。この天井の部分をね、見上げるのがね、いつもね、あ、これいいなと思うんですよね。で、改札口は自動改札がありますが、窓口は閉まっていまして、現在無人駅となっています。こちらまあトイレですよね。さあ、それではね、まず上りホームから見ていくことにしましょう。こちら上りホームなんですけども、ご覧のように結構ホーム長いですよね。まあ、直通特急が止まる駅でもありますので、まあ6両しっかりね対応できるようなホームなんですが、まあ、日中はね、直通特急も止まらないので、まあ普通車のみのね3両ぐらいなんでね、まあご覧のような部分だけ使うような感じで、ほとんどはね、ホームの真ん中しか使用されていないような感じです。で、それではね、地下道を通って、下りホームへ行ってみることにしましょう。地下道へ入る部分なんかはね、結構広いんですが、まあ、頭上注意と書いてありますが、結構ね頭ぶつけそうなんですよね。で、この地下道は昭和16年ぐらいにできたそうなんですけども、この昔からある地下道って結構天井低いですよね。最近の地下道はね、かなり大きい部分が多いような気もするんですが、で、こちら下りホーム上る階段なんですけども、この階段部分のね、この屋根のところも木造がしっかり残っててね、あー、すごいなーっていう感じなんですけども、このね窓の部分もね木なんですよね。これを見るとね、昔あの小学校の窓がこんな窓だったなっていうのをね、ちょっと思い出してしまいました。こちらは下りホームですね。こちらの下りホームはね、屋根が長いんですよね。まあ、あの通勤のね利用のためにね、ここだけちょっと特別に屋根が長いんでしょうか。上りホームは屋根が短いんですけどね。で、この下りホームといえば、ホームの真ん中あたりにこの IC 専用通路というのがね、まあありまして、まあ朝の通勤時間帯のみにね使用されているような場所ではないでしょうか。さあ、それではね、今回の動画は山陽電車新井駅の周辺を見ていきました。なかなかね、新井駅の周辺、古い部分がね結構残ってるところなんですけども、今日はね、まあ、マンションか何かわからないですけど、ちょっと大きい建物が建ってね、昔のものがちょっとなくなってしまいましたよということをお伝えしました。それではね、これで失礼します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。